ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介するお車がアウディ RS6 アバント、2023年式6200キロこちらの車両になります。あの月村さん、はい、見たことあります。そうですね、見覚えがある感じですね、はい、というのも去年うちの方でカスタマイズさせていただいて、はい、まあ、新車ベースですよね、うん、お客様にご納車させていただいて買い取りがあったり販売があったりしてまた再び帰ってきた車ということで、はい、でその時にいろいろ調べたんですけど相当いじくってある車ですね、うん、あの改造費がえげつない金額になってるとなので、まあ、カスタマイズもう前提の方であればかなりお買い得な相当買い得じゃないですかね車両になるんじゃないかと、はい、こんな車をご紹介させていただきます。でまずそのセールスポイントのところ先ほども触れましたけどもカスタム多数カスタム費用、はい、ざっくりですけど700万円以上かかっております、はい、ただこれ去年の定価ベースのお話なんで、はい、多分今同じことをやろうと思ったらもっとかかりますみたいですよね。結構、はい、定価もうじゃんじゃん上がってますからね、うん、今なので非常にカスタマイズ費用かかってる車と、そしてもう一つポイントなのは高年式、はい、なんと23年式ということで、はい、結構新しいですね。そうですね、中古車情報サイトも見たんですけど23年以上になるともう極端に台数が少ない、うん、まだ多分手放さない方の方が圧倒的に多いんですよね、はい、でもちろん高年式であれば新車の保証が長く残ってるっていうのはかなりメリットとしてあるんじゃないかなと、はい、そしてもう一点はあの RS6 ほぼオプションないですけれども、うん、その中でも数少ないオプションも今回ほとんどついてるじゃないですか。一通りついてる感じですね。ですよね、はい、その中でももうバングついてます、はい、サルフついてます、カーボンセラミックついてます、カーボンパレードついてます、でしかもエアサス車ですということで、はい、もう100点じゃないですか。そうですね、はい、もうこれ逃す手はないかなですよね、はい、ハマる方にはかなりおすすめの車になるんじゃないかなと、というわけでエクステリアからご紹介いたします。でカスタマイズですよね、今回ほぼ紹介は、ね、はい、前回り見て分かる通りこちらリップスポイラーがついております。これがイギリスのチューナーアーバンオートモーティブのカーボンリップスポイラー、あの月村さん知ってます？最近勢いすっごいんですよ。ああ、みたいですよね、はい、あの世界中でめちゃくちゃ支持されてるという、うん、キム・カーダシアンさんが自身のレンジローバーにそのエアロキット組むぐらい、はい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 、もうそういうセレブとか車好きの間で今すっごい支持されてるみたいです、うん、であのつい先日名古屋店の飯村店長もあのイギリスの本社の方に行ってきましたけど、ものすごい在庫とものすごいあの車両の台数だったみたいですよ、うん、なんか世界中からオーダーが今止まらないみたいです。へー、すごいですね。でそんなチューナーのフロントリップスポイラーがついてると。じゃあ日本もこれからぐんと、そうですね、支持が上がってくるような、注目されてくると思います、はいはい、そして他にもこれもともとですか、これ後から塗ってるんですかね、各部が黒くなってたり、だもはやなんかブラックスタイリングパッケージとかもうちには通用しないですよね。そうですねなければ塗っちゃうんだ、はい、というわけで全部黒で引き締まったフロントフェイスになってると。であとは今回プロテクションフィルムも前回り施工してあるということで、まあ、距離も薄いですし時間もほとんど経ってないのでかなり状態いいっすね、うん、というわけでこの辺もメンテナンスほぼ必要ないんじゃないかな、そのまま乗っていただけるぐらいのコンディションで、でベースカラーのナルドグレーがもう綺麗に保存されてると、もうほんと100点ですね。そうですね、はい、で車も僕 RS6 って最強だと思ってるんで、うん、もうなんか弱点がない。そうですね、もう初代が出た時のインパクトから常にモデルチェンジしてもやっぱりちゃんとインパクトがあって、やっぱすごい車だなと思いますよ、はい、そして RS6 になるとそのオプションほぼないっていうところもそうなんですけど、装備がめちゃくちゃいいんですよね、うん、LED のマトリックスライト、レーザーライトですね、こちらも全部標準、またはサラウンドビューなんかも全部標準だ、ほぼ欲しいものが最初から全部ついてしまってるという。そうですね、そして横に回っていくと今回、まあ、エアロパーツついてますから当然タイホイールも交換されてると、はい、で交換されてるタイホイールが BG フォージド、こちらの22インチが装着されてると。で22インチはオプションの同じサイズですよね。22っすよワゴンですごいっすよね。でサイズでもさらっと入っちゃってるからね。そうですね、頑張ってる感じしないですもんね。でサイズ的には22インチの 10.5J、まあ、純正と同じサイズだと思います。そしてコンケーブがえぐいことになってるんですけど、うん、この逆反りが普通の車で言ったらあのリアホイールじゃないかっていうぐらいすごい逆反りデザインですけど、アウディ特に RS6 だとフロント太いタイヤが履けるんですよね。フロント285っすよ。フロントで285恐ろしい。 2853022が装着されていると。そしてタイヤはピレリのこちらのタイヤと組み合わせてあります。
そしてこれセンターキャップは何気にフローティングということで、はい、走ってても止まってるやつですよね、はいはい、そしてこちらがですねちょっとやらしい話なんですけど、タイヤホイールだけでおそらく130万円とか140万円ぐらい工賃別でするんで、かなり買い得に、で奇抜じゃないじゃないですか、全然違う色を持ってきたとかでもない、ね、デザインもこう純正にありそうなデザインなので、まあこう組み合わせ的にはいいですよね。おそらくいろんな方に乗っていただけるんじゃないかな、うんうん、そして今回の車は先ほど触れた通りエアサス車ということで、 RSX バネサスも稀にというか、はい、台数やや少なめですけど、うん、あるんですよね、うん、ありますね、はい、でまたそれがあの中古車情報サイトだと書いてない店舗ありますよね、うん、だからもう詳細見てってもこれエアサスなのかバネなのかわからないみたいな、わかりづらい、結構慣れてる車屋さんなんかだと、はい、もうタイトルにエアサスって入ってたりするんですけど、で今回のお車はエアサスなんで、まあ、その辺なんかもかなりいいのかなと。でさらに今回ローダウンもされてて、それが ASC ロアリングモジュール、これあれですよね、携帯でアプリで上げたり下げたりできる、はい、この辺のモジュールもついてるんで、入庫しないでも自身で車高の微調整もできますし、あと何キロ以上出したら車高上げるとかもできるんですよね、というわけでそういったカスタマイズもされております。そしてあとは各部カーボンパーツフロントに習っていろいろ追加されてるということで、これミラーカバー最初の見積もり調べたらなんと純正品、はい、これ値段見ました月間さん？見ましたなんと片側10万円オーバーという、これアウディ純正のカーボンミラーになってると、片側10万円ですよ、左右で20万円以上ですよね、うっかりガリってやっちゃった日にはもう絶対畳みましょうって感じですよ、はい、というわけでこの辺もしっかりついてて、あと横、まあ、純正のこのサイドスカートのところもカーボンになってるんですけど、そこにさらにオンされてるのがこちらフロントと同じくアーバンのこのサイドスカートが追加されております。こちらもカーボン、なかなかこう凝ったデザインですよね。そうですね、うん、でアーバンのパーツついてるんですけど、うん、アーバンのパーツだけで100万円オーバーついております、はい、そして最初にも触れた通りサンルーフもついてると、はい、結構サンルーフない個体もありますよね、まあ、多いですねアウディの場合は。ですよね、はい、というわけでしっかりこの辺もついてる。そしてあと後ろに行くとアウディなんで基本的に4本通しというか太さは変わらず、リアも285、そしてカーボンセラミックもついてると。カーボンセラミックも数少ない RS6 のオプションですけど、もうめちゃくちゃ高いんですよね、うん、オプション金額なんと130万円ですよね。それもしっかりしている。だからこの辺なかなか後からつけようと思ったらできないじゃないですか。そうですね、なのでうちが今掲載しているプライスからエアロ代やらオプション代やらこう引いていくといくらになるんだっていう確かに確かにすごい金額になりそうですけど、はい、あ、そしてしかもキャリパーも塗ってるんじゃないですか、はい、なんとボディ同色のナルドグレーに、確かあの純正でもオプションでブレーキキャリパーの色いろいろ選べますけど、ボディ同色って確かないですよね、はい、青とか赤とかですよね、うん、というわけでこの辺なんかもキャリパーペイントされてると。でペイントつながりでいくと各部なんかミラーのベースだったりだとか、あのいろんなところがペイントカスタマイズもされてるそうです。でペイントってやっぱりいざ塗るとなると入庫して分解してなんて、まあ時間的にもかかるじゃないですか。そうですね、はい、その辺なんかも好きなくやってあると、こんな感じになっております。続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろもアーバンのエアロパーツが、うん、これがアーバンのやつですよね、はい、でアーバン非常にあの品質もいいんで、当然素材はドライカーボンですし、うん、目も全部こうドイツチューナーみたいな中心に寄ってってるデザインこちらになってると。でしかもあの見積もり見たらですね、これただつけてなかったです、うん、全部あの研いでクリア塗装し直して耐久性をアップして取り付けされてました。なんと、はい、手間かかっちゃってる感じですね。いや結構この辺のカーボンパーツってもう届いた状態でそのままつけちゃうお店もあるじゃないですか、はい、なんですけど基本的にうちの場合大体もう巣穴を埋めて、まあ、耐久性アップさせてつけてるということで、こちらも漏れなくやってある。であとこの横のこのちょびっていうのがマクストンデザイン、はい、ただマクストンってなんかパーツによってカーボンのパーツがないみたいですね、うん、なのでカーボン加工してあの他のカーボンと合うように違和感ないように取り付けられてるみたいです。そしてですねもう一点ご覧ください、なんとアクラボのマフラーがついてると、はい、でこれメインのパイプとあとなんかそれに必要なパイプリンクパイプで、あとはそのバルブの開け閉めをするサウンドキットっていう3点セット、はい、でメインのパイプに関してはチタンだそうです、うん、でこれがですねめちゃくちゃ高くて3点セットでなんと200万円オーバーでございますすごくないですか。車買えるよね日本。買えますよね、うん、ちっちゃい車だったら、はい、というわけでこれも漏れなくついてると、うん、で気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います、はい、そして
あのアクラポなんで一応 E マークもついてるということで、うん、車検に必要な基準も満たしてるという、なので安心してお乗りいただけるんじゃないかなと思います。はい、続いてインテリア見てみたいと思います。はい、これもソフトクローズまずついてます、うん、ガラスもアコースティックガラスです。で内装に関してはもうこれほぼオプションないんですよね。全部このバルコナレザーのスポーツシート、はい、このステッチも標準っすもんね。うん、RS6 すごくないっすか。そうですね、デザインパッケージとか入れなくても最初から全部この内装ということで、うん、そしてシートの方はシートヒーター、ベンチレーションも当然標準装備ということで、はい、もう火の打ちどころがないですね。はい、はい、そしてダッシュボードの方も当然フルレザーということで、このドアからつながる全部レザーのダッシュボード、そして中身に関してはテレビチューナーなんかも標準装備なんですね。うん、であとはエアコンに関しては4ゾーン、はい、え、どっかダメなとこないんですかっていうぐらい本当ですよね。で、はい、サラウンドビューなんかもしっかりついてますし、はい、おなじみのバーチャルコックピットなんかも全部標準装備ということで、こんな感じの内装になっております。続いて乗ってみたいと思います。はい、これ思ったんですけど、このエアロオンした結果、うん、踏んづけますね、これ。そうね、ちょっと気をつけた方がいいですね、これ、はい、ここはプロテクション貼ってないんですよね。うん、ちょっと早急にここプロテクション貼っていただいた方がいいかなっていう。ただ前オーナーさんかなり気をつけて乗られてたみたいで、うん、傷はほとんどないです。そして乗り込むとこんな感じ。距離薄っていうこともあってめちゃくちゃコンディションいいっすね。そうですね、はい、なのでもう内装ピカピカ、ステアリングも擦れてる感じ一切しません。そしておなじみのバングなんで、こうニョキニョキって生えてくるスピーカー、こちらももちろんついてますし、そしてこの辺のナビ関係に関してはおなじみなんでちょっと軽くになりますけど、このクリック感のある、はい、まあ、今本当もっとタブレットみたいのが出てるんで、まあ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 って感じですけど、まあ、使い勝手は全然悪くないと思います。でソースに関してはこんな感じでテレビチューナーと、あと外部機器 USB なんかはしっかりついてると、はい、でモード切り替え、はい、こんな感じになっていると。そして下側も同じくディスプレイがついててエアコン表示、そしてシートヒーター、ベンチレーション両方使えます。そしてあとはパーキングアシストなんかも全部ついてるので、アウディその辺の装備すごいっすよね。こんな感じになってると。そしてシフトに関してはこれなんか飛行機の操縦桿をイメージしたシフトなんですよね。まあ、この辺なんかも非常に使用感ほぼない、こんな感じになってると。そしてダッシュボードは全部このカーボンデコラティブパネル、カーボンのパネルになっております。そしてアームレストの中はこんな感じで置くだけ充電と USB が2系統、はい、え、だいぶいいっすね。かなりいいっすよね、はいはい、そしてシートも標準の調整プラスランバーサポートもついてますし、はい、かなり細かく調整ができます。そしてペダル関係に関してはおなじみのアウディの、アウディもだからこのフットレストでかいのがいいんですよ、うん、僕のこの靴を置いても全然余っちゃうぐらい大きいフットレスト、レイアウトも全然違和感ないです。そして上に行くとピラーだったりはこの黒のスウェード調、天井もスウェードで、バイザーもスウェードいいじゃないですか。そしてサンルーフがついてると、え、ちょっと火の打ちどころが本当にない感じ、はい、こんな感じのインテリアになっております。そして後ろもじゃあ続けて見てみましょうか。はい、ちょっと思ったのはルーフ少しこうかがまないとかなっていう気はしました。まあでもまあ、スタイリングがいい関係か、まあこんなもんでしょう。でリアもシートヒーターはついて3段階で、ベンチレーションはないんだね。USB もタイプ C が2本入れられますね。頭上も拳2個いけるか、余裕です。でステーションワゴンなんでここの落ち込みがないんで、はい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 、開放感はありますね。そして月村さん、ローラーブラインドですよ。そうですね、割とこの手でついてるのって珍しいんじゃないですか。ないですよね、 SUV とかだったら結構ついてたりしますけど、しっかりここはもう手動でいいです、はい、という感じ。全然 OK です、はい、手動でいいです、はい、むしろ手動がいいですというわけでこの辺なんかもついております。はい、続いてトランク見てみたいと思います。はい、当然のフルパワー、そしてトランク使用感ゼロじゃないですか、うん、おそらくほぼ使ってってらっしゃ、そんな印象ですよ ね、はい、というわけでトランクの方が565リッターでもともと広いんですけど、当然アバントワゴンなのでシート全部倒していただけると1680リッターということでこれもう本当に隙がないですよね。で
これ424で倒せるんですよね。そうですね、はい、なので細かいシートアレンジで、これが、まあ、全部っていうのはないですけど64とかだと、うん、こうどうしよう、後ろ人乗るんだったらちょっとこっちかななんていうのを考える必要ありますけど、まあ、全部個別で倒せるんで、まあ、長物だったりも積んだりと、あといいなと思うのは424だと真ん中こう倒せるんで、そうですね、長物が後ろ2人乗せたままいけるじゃないですか、はい、うん、はい、なので非常にマルチに使っていただけるトランクになってるんじゃないかなと思います。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。まあ、一旦ちょっとカスタマイズされてるのは置いといて、はい、エンジンのスペックから 3996cc V8 ツインターボ馬力600馬力っすよ、はい、600っすよAMG の63シリーズでも510馬力っていうイメージだったんですけど、ね、はい、それを優に超える600馬力、トルクに関しては800ニュートンなので、まあおなじみの4駆と組み合わせて0100 3.6秒、スーパーカーじゃないですか、もうほぼスーパーカーですね、はい、でマックス305キロまで出るポテンシャルが、ただ日本仕様の場合だとあのオプション入れないと250キロリミッターということで、うん、まあ250キロも出すところないですけど、そうですね、まあ、一応ポテンシャル的にはギア比の関係なんかも300キロオーバーまで耐えられるようになってるそうです。ただこれだけ乱暴なエンジンでも、まあ、シリンダー休止がついてたりとか、いろいろそういう環境性能に配慮したものもついてるそうです、はい、で組み合わせるミッションの方が発足オートマン、あと4駆の方に関しては通常40対60、それが状況に応じてフロント70リア30もしくはフロント15リア85まで可変するような、これもうアウディでおなじみのクワトロシステムですよね、はい、になってるそうです。でこのエンジンなんですけど EA825 っていう V8 のエンジン、これがあのポルシェ主導で開発されたエンジンということで、これシリーズであのほぼほぼ同じものがパナメーラ、まあ、あとはベントレー、フライングスパー、コンチ GT、 ベンテーガ、まあ、あとはウルスとかもほぼエンジン共通、まあ、細かいセッティングだったりパーツもちろん違いますけど、まあ、大体その親戚みたいな感じですね。で同じものが収まってる、だからこれかけると分かるんですけどウルスの音しますよね。そうだね、しますよね、はい、まあ、もちろんレスポンスだったりだとか出てるパワーとか違いますけど、まあ、非常に近いエンジンが搭載されてる。でさらに今回はご覧ください、なんとイベンチュリーのインテークキットがついてると。イベンチュリーもイギリスのブランドっすよね、はい、でなんか僕もあのミニメカニック時代いろいろ調べましたけど、なんかもともと航空関係の技術の方の方が立ち上げたブランドなんですよね。でやっぱり航空関係って吸気に関してこの地上よりもさらにシビアなんで、まあ、その辺の知識と経験が生きてるみたいです。エアの吸い込みなんかは特許とか取ってるんですよね。で全部構成に関してはこのドライカーボンということで非常に高級感もあってレーシー。そしてですね、ここでもやらしい話をぶっこんじゃうんですけど、なんと金額40万円以上いたしますはい。というわけでしっかり性能も上がってビジュアルもアップしてると。でしかも確かフィルター乾式なんで、うん、あの自分でメンテナンスもできるんですよ。で当然パーツも出ますんで、フィルターダメになったら交換なんかもできますんで、その辺なんかも安心して使っていただけるんじゃないかなと、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。続いてトーカルウェイ見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあちょっともう一回かけていいですか。うん、はい、音が、うん、行きます。あ、これ今丸く閉まってるんですよね。開いてる。開いた。ウルスじゃないですか、うん、で閉めるとめっちゃ静かですね。そうだね、サンサンつってもね、はあ、TPO に合わせて冠婚葬祭にも使えるじゃないですか。冠婚葬祭にこのベタベタ23インチ怒られるか。まあまあでも色は地味だからね。まあそうですね、うん、すごい久しぶりに乗せていただくんですよ RS6。 いやめっちゃいいな。今車高はどういう状態だ。車高上げましょうこれ、うん、いやこのエアサスバネサスのところはもう後でどうにでもまあならなくないですけど。そうね、純正のエアサスと社外のエアサスちょっと意味合い違うじゃないです か、 だからここはエアサス付きを選んでおきたいですよね。なんて言って今度あのバネサス車紹介するときはバネでいいっすねなんて言っちゃうんです か、 だからこの車の欠点で言ったら思うんですけど寸法だけだなと思うんですよ、うん、ボディサイズですよね。だって元々のその A6 の時点でまあまあでかいですけど、うん、それプラス 75mm ですよ。そうね、まもなく 2m っていうフェンダーのこのブリスター具合えぐいですからね、うん、であとはだからこのオールラウンダーなところとそのワゴンツーリングアバント、そこのところをどう捉えるかですよね、うん、いやもうそれっぽく見えないのがいいっていう人はもう最高でしょうし、最高だね。いやいやいや、2000万払うんだったらもうちょっと派手に行こうぜっていう人はもう逆にデメリットのところになるのかなっていう、はい、あでも乗り出しは今コンフォートですけど普通。え、めっちゃ乗りやすい、なんてことはないです。ちょっと22インチ低扁平の転がってる感感じますね、うん、はい、ロードノイズと、うん、ただ全体的にはすっごい乗り心地いいし安定してるし、なんかこう動かすのに当たってよいしょっていう感じは全くないです、うん、普通の車です。だからこれ多分あの家に1台で あんまり普段運転されない奥様とか乗るって言っても全然この幅以外、まあ、あとこのスタイリングだからちょっと車高以外はあんまり気にすることはないと思うんです。まあ、車高もあんま低すぎないですもんね、うん、ちょっとエアロが出てんでオーバーハンガーあるんでちょっとそこだけ。そして途中でも触れましたけど、あのフロントガラスはフロントのこのガラスはアコースティックガラスになってるので、うん、これ前だけですよね、後ろになってないんですよ ね、うん、まあでもこれだけでもだいぶそうですね、まあ、最近高級車これ当たり前ですけど、うん、じゃあ月村さん RS ボタン押していいですか。どうぞ。ポチッ。 RS じゃあ2で、そうするとこれはやばい、ボーっと言い出しましたね、ひょう変しました。では参ります。いいですか。はい、やばはいえはやこれあれっすね、ダイナミックにすると車すっごい軽く感じますね、うん、そうね、あ軽い車。いやそれまでってコンフォートに入れてた時って車の動きゆっくりで、うん、結構あの重厚感あるなって思ってたんですよ。それがダイナミックに入れた途端車が軽い、2トン超えの車とは思えない、軽く感じる、うん、これすごい、ブレーキめっちゃ効くし、うん、安定感半端ないし、もうひたすらまっすぐ進んでいます ね、 ね、だから高速巡航とかは本当楽だよね。楽っすよね絶対。あでこれ 4WS もついてるんですよね、うん、だから小回りも効くし車線変更なんかも本当に横移動水平移動でこなせるっていう、マックス2度ぐらいまでだ、結構さっき撮影場所で何回も切り返しした時なんかもうグイグイ後ろ行こうみたいな、グニューって、はい、ね、慣れないとちょっと気持ち悪いけどね。223の S ほどじゃないですけど、うん、いやすげえな223の S とか。だってあのさ、エレベーターの出し入れとかさ、うん、1階からするときにさ、普段の感覚と全然違うからさ、わかりますわかります。もうずれますよね。いいな。自分の感覚より切れてくからなんか気持ち悪いんだよね。いいな。最高です。もう欲しい。
でちゃんともうね、言わなくてもちゃんとこうちゃんと上質な仕立てをで出してきてくれるところ、確かに確かに、ああオーダーするの忘れたとかないしね、ないっすね。お多分本国だともうちょっと細かくできるんでしょうけど、う、ね、日本仕様はもう漏れなくほぼ、もうこういうのがついてないと最上級と言えませんって感じだもんね。で今回の車はドライブレコーダーもついてて、うん、はい、前後ドライブについてるんですね。そうですね。でレーダーもついてるんですよ、うん、もうつけるもんないっす。これ一台で何でもこなせますね、うん、なんだったらこれスーパーカーと並んで走っていけますよ。そうね、はい、キャンプも行けますよ。キャンプちょっとやめた方がいいな、22日だから大ホイールちょっと元に戻したいですね、はい、でもその趣味の使い方でも OK だし。そうね、もうぶっちゃけだってタイホイールだけやればこれサーキットも行けますよ、うん、そんな車あります？もう超オールラウンダー。まあ価格も正直いい価格するっすけど、うん、もうそれなりについてきてますもんね。そうね、必要なものが。で今回に至ったアフターパーツももう満載、うん、だってアフターパーツと工賃だけで後継車買えますよ。そうだね普通にC43 とか変えちゃうもん。変えちゃいますね、うん、すげえ。あとステアリングだな。ステアリングこれパンチング、ここはパンチングいらなかったっす僕、うん、はい、毎回思うんですよねアウディ。でもかざしとか握り心地はアウディ結構好きなんですよ。そうね、ちょうどいい。あとこの車のスペックだったらパドルももっと大げさでいいと思うんですよ、うん、はい、それがもうこのちっちゃいこう控えめな、はい、でクリック感も決して良くないじゃないですか、うん、はい。でついあの先日乗らせてもらったのがフェラーリポルトフィーノなんですよ。はいはい、はい、もうフェラーリのとこ の, あのクリック感何なんですかね。すごいやる気にさせますよね。そうね、まあその辺はスポーツ、はい、スーパースポーツだよね。あれとも真逆、うん、はい、全然クリック感なんか気にしませんよってい う, こ, う、うん、このパドルのこの乗用車感どうっすねまあそこは良し悪しあるけどね。あ、そうですね、乗用車感ですね本当に、うん、だからいい意味で、うん、なんかステアリングとかこういうレバー類とかなんか癖ない。そうね、こう座っちゃったらね、はい、そうですね、本当に癖なくこうニュートラル、うん、全てが。 RS6 もでも間もなく終了ですよね多分。そうだね、このシートもいいんだよな、これ嫌いじゃないんだよな RS のシート。あ、確かにそうですね、アウディもあんまり座っててあれっていうのはあんまりないですよ、うんうん。ラッバーサポートも結構細かくできるし、ただいろいろやっぱり普通じゃないですね、うん、ミラーから見たこのリアフェンダーの出具合とか、うん、乗り心地いいな。でもやっぱりダイナミックにしてもエアサスだから、ただちゃんとそのふわふわしてる感じがあるかっていうとそれはないので、うん、踏んでもちゃんと踏ん張ってくれるし、すげえ車作るな。0100 3秒台っすよ高速道路の追い越しとか合流余裕ですよ。余裕だね、まあ、あの池袋のサービスエリアから出られますよ。ああそうねあそこ出れないっすよね呪い車だと危ない。ローンチ使いましょうって感じですけど乗りやす、ブレーキもめっちゃ効くっす、うん、カーボンセラミックって結構スススっていっちゃう車あるじゃないですか。 RS6 はそんな感じしないですよね、めっちゃ効く。あんまりこうノーズダイブしない、うん、ちゃんとこう車体がこうグーって沈み込むようなブレーキなんで、普通飲めるような感じしないです。いやー総評いいですか。はい、120点デメリットは寸法とボディサイズ、はい、集合体恐怖症土屋としてはこのポスポスステアリング、はい、ちょっと気持ち悪い、はい、それぐらい。じゃあ最後になりますけども、はい、やっぱり RA6 最強説、最強ですね、はい、本当でしたね、はい、でさらに最強、そうですね、はい、さらに最強でもう極まってる感じですね
で、今回いろいろ細かくご紹介させていただきましたけども、やっぱりこれだけ充実してると、やっぱりその、あの表示価格のイメージも変わってくるかなと。はい。なので、ぜひ、あの動画見ていただいて、そうですね。細かくチェックしていただいて、お問い合わせいただくといいのかなと思います。はい、というわけで、今回は、アウディ RA6 アバントをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。